平盛久は、平安時代後期の武将。伊勢守、平清国の八男。兄は、腰中守、守俊。鎌倉に今も残る種名、森久行敬座という石碑には次のような碑文が書かれている。森久派種名入道清国の子に、して平家類大の家になり、猿に平家滅亡の後京都二千美年来るの宿願、とて清水寺に、三詣の木戸北条時政陣を、してめしほへしめ鎌倉に護送し文治二年六月、この事業手残罪にところせられんとせしに傷あり、有名せられ天津へ頼朝その所帯&の、下し文を旧筆使とことふ、昭和10年3月鎌倉長生年、談見同書にある、鎌倉同人会、謡曲史跡保存会の碑文もほぼ同じ内容である。森久は、京都清水寺に、千手観音像を奉納し、千日参りの祈願をしていた。由比ヶ浜で斬首されそうになった際には、刀が折れて命拾いしたという。また北条政子の夢に清水寺の構想が現れて、森久の赦免を願ったということで、源頼朝は森久を許し、さらに領地を与えたと伝わる。角田文永の平家御章、上落日後の平家にはこのことについて、詳細に書かれているが、一部引用すると、源平の合戦を通じて森久は、戦に加わったけれども、補中82、東鏡陽は元年3月10日上、特別の武勲を立てなかった。壇ノ浦の合戦は、平家の水軍を袋のネズミにして、打撃を与えた、殲滅戦ではなかったから、平家の軍病には、機敏に戦場から、離脱、逃亡した者が少なくなかった。壇ノ浦の後、森久は大胆に元に潜入し、長門本、平家物語にこの顛末が書かれ、最後は罪過を許され、所領の安堵を得て安らかな晩年を送ったで、あろうことは察するに固くない。で終わっているが、別の伝承では、壇ノ浦の戦いに敗れた後、都から南下し、屋久島に向かう途中亡くなった。平盛久を祀る森久神社が、屋久島にある。ありがとうございます。